はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。ポルタメントとグリッサンドの表現方法の違いがよくわからないのですが、坂井先生はどう引き分けてるのですか。はい、ポルタメントとグリッサンドね、ポルタメント、例えばソノート1弦3フレットのソノートから7フレットのシノートまでソ・シっていう動きがあって、じゃあこれをポルタメントで弾こうってなると、ソからシに上がってシを弾く、こういう感じ。で、まあ、これがグリッサンドだとどうかというと、ソからシに、スライドして上がってシの音を出す、こんな感じ。だから結局、まあ、シは到着した後に弾いてないってことなんですよね。ね、まあ、グリッサンドっていろいろあるんで、こういうふうにこうソからシに向かってグリッサンドで行く時もあるし、どこからともなくシの音に向かってこういうふうにたどり着く時もあるし、シの音弾いてからグリッサンドで下がっていく、こういう場合もあったりしますよね。うん、まあちょっとこういうこの分け方がもう大きく違うのかなと思います。ポルタメントはここまで上がるけど、この到着点の音もちゃんとタイミングよく弾くこと、うん、ラグリマの後半なんかポルタメントでソからドに上がるけど、ドに上がってこのドを弾く、でこれグリッサンドで弾こうってなったらこういう感じ、ドは改めて弾かないような形になりますね。うん、こんな違い。まあこれでポルタメントとグリッサンドはちょっとね、はっきりと分かれてくるんではないでしょうか。はい、というわけで皆さんからのコメントをどしどしお待ちしております。気軽にコメントをどうぞ。